ガールデンブルームシアター連続ラジオドラマ作阿部聖夏カラスの子第1回。まさし、いつまで寝てるの？早く起きなさい。今日は公園の掃除の日でしょ。うるさいなあ、もう。夏休みだからって、そうゴロゴロしてたなったになっちゃうぞ。ついでにゴミ持ってってよ。いつもいつもガーガー。ママがいなきゃどんなに平和でいいか。ゴミ集積所に、カラスのヨキチとトータが、ゴミをそこら中に撒き散らしながら食い物を漁っていた。みっけみっけ、目指しよみっけ。なんだ、丸焦げじゃないか。丸焦げがいいんだ。丸焦げのイワシは体にいいんだぞ。お前、そんなことも知らないのか。ほんとか？お前にも半分やるよ。センキュー。トータは与吉から目指しを受け取ると一口で飲み込んだ。骨がノットに引っかかっちまったみたいだ。水をくれ。水。ウーロン茶が半分も残ってるぞ。ここには欲しいものが何だってあるからいいよな。人間がルールを守らないおかげで俺たち食い物を探し回る必要もない。こういうゴミの集積場に来ればいいんだからよ。俺たちカラスにこっちゃ天国みたいなところだ。ああ、危うく死ぬところだった。オーバーなやつだな。骨が喉に引っかかったくらいで死ぬやつがいるもんか。トータと与吉のそんなやりとりをよそに、カスケはゴミ袋からコンビニ弁当を見つけた。へっへっへっへ、やったやった。まだ手もつけてない期限前の弁当だ。人間ってやつは贅沢だよな。期限前の弁当平気で捨てちゃうんだから。与吉とトータに見つからないようにいただくとするか。おいカスケ、抜け抜けはいけねえぜ。みんなで分け合って食べるってのが俺たちの群れの掟だ。俺たちが他のカラスの群れと違うのはな、長老がいっつも言ってるようにみんなで分け合って食べることを知ってるからなんだ。いやいやいや、俺は何も一人で食べるつもりはねえよ。期限切れかどうか確かめて毒味をしてから、それからお前たちにもやろうって思ってたんだ。トータはいきなりカスケから弁当をひったくった。お前の心は読めてるんだ。何が毒味だ。お前が毒味をしたら残るのは弁当の殻だけじゃないか。何を返せ。それは俺が見つけた弁当だ。いただき。返せよ。またカラスのやつだ。こんなにゴミを食い散らかして。マサシは小石を拾うと、カスケたちに向かって投げつけた。あ、いった、いって。弁当が。またあのガキだ。せっかくの弁当を落としちまった。今日はお前たちを徹底的に痛めつけてやる。マサシは落ちていた小枝を拾うと、カラスたちを追いかけ回した。バカなガキだ。俺たちは飛べるんだぜ。そんな棒切れで俺たちをやっつけられるとでも思ってるのかよ。あいつだよ。オイラの妹に石をぶつけたやつは。妹は全治3週間の大怪我でまだ飛ぶこともできないんだ。そうか、こいつが俺たちカラスを目の敵にしている悪ガキか。よし、
長老を呼んでくる。長老に少し懲らしめてもらおう。こっちへおいで。おい、こっちだこっち。くそ、体だけだ。よし、待ってろよ。なんだ、せっかく遊び相手ができたっていうのにもう行っちまうのか。こら、おい、ガキ。あいつはね、そんなに簡単に諦めるようなやつじゃないと思うよ。なんたってあいつがオイラの妹に大怪我を負わせたやつなんだから。あんなガキの一人や二人、このカスケ様にかかればお茶の子さいさいよ。カスケは落ちた弁当を拾い上げた。あー腹減った。トータ、お茶くれねえか。お前にも少し分けてやるからよ。よっしゃ、はいよ、ウーロン茶。オイラウインナー大好物なんだよな。これはダメだ。ほら、お前にはこの魚をやるよ。魚？魚はもうゴリゴリだ。オイラの喉って魚は受け付けないみたいなんだ。このウインナーもらうよ。あ、そいつはダメだって言っただろ。返せ。やだよ。返せってば。やだ。おい。や。これでお前たちも悪さができなくなるぞ。マサシは家から持ってきたパチンコでカスケたちを打ち始めた。カスケ、カスケ、カスケ、しっかりしろ。おい、カスケ、お前もやっつけてやる。マサシはトータに狙いをつけた。あったった、危ねえ危ねえ。長老様、早く来てくれよ。出ないとオイラの命がなくなっちゃうよ。ほら少年、弱い者をいじめるではない。マサシはあたりを見回し、その声の主を探したが見つからなかった。こいつらはゴミを食い散らかしたり、ヤーギャーとうるさく鳴くし、洗濯物や靴まで盗むんだ。だから僕がとっちめてやるんだ。こいつらのせいでみんなが迷惑してるんだ。お前はカラスのことをどれだけ知っているというのだ。カラスはゴミを食い散らかす。カラスは鳴き声がうるさい。カラスは色が真っ黒で汚い。カラスは小鳥や人間を襲うし、いろいろなものを盗むんだ。それから、お前が知っているのはカラスの悪いことばかりではないか。わしが言っているのはそういうことではない。カラスがどうしてゴミを漁るようになったかということだ。おじさんは一体誰なの？どこにいるの？姿を現してよ。長老と与吉が木の上に姿を現した。あ、また別のカラスが現れたな。よーし。マサシが長老たちに向けてパチンコを構えた。こら少年、やめんか。お前は口で言ってもわからんようじゃな。カラスが喋った？長老が何やら呪文のようなものを唱え始めた。ボサバガガデンバカンコサンボラハバンガバンガデンバカンコナンボラ。体が動かない。なんでよかったかね。ラバンモンネ。ゴミ集積場あたり一面が闇に閉ざされた。そして不気味な光があちらこちらで火花を散らした。身動きができなくなったマサシのうめき声が闇夜の中にこだましていた。マサシはこれから一体どうなるのだろうか。次回、カラスの子、お楽しみに。ただいまの出演、滝沢正志、坂田可憐、滝沢美希子、淀志里江、長老浅田直也、東太荻野幸子、与吉鈴木静子、加助小林美優、ナレーター
矢田忠介。以上の皆さんでお送りいたしました。